首長の方々にも参加をしていただいて開催をしましたまた福島県知事県庁に赴いてこの我々の活動を報告するとともに知事の復興に対するお考えも伺ってやり取りをいたしましたその点について概要を報告したいと思いますまず視察先でありますが最初に日本原子力研究開発機構 の奈良派遠隔技術開発センターを見ましたここでは遠隔操作でありますからこの事故を起こした原発の施設ここで放射線,線量の高い状況からどうデブリ等を取り出して廃炉の過程を安全に行っていくかとそういう基礎的な技術を 開発しているところでありますロボットアームこれをその炉の中へ入れてレベルを取り出すような具体的な装置の開発あるいはその炉の中を点検するためのドローンこれを小型化して運動性能のいいものにしていくという技術開発が行われさらには4足で歩行するロボット これは階段と複雑な構造を移動できる、そうしたものを開発中でありまして、操作の仕方も含めて、着実に技術開発が行われているということを目の当たりにいたしました。えー、次に、大熊町の町立の義務教育学校と認定こども園を合わせた あ、学びや夢の森という教育機関を視察いたしました。え、ここは0歳から15歳までの対象。年齢のま子どもたちを教育する施設であります。けれども、もえ非常に。オープンな作り施設の作り方になっており。 大熊町は読書をこれまでずっと重視してきたということからですね、その伝統を生かして壁面、あらゆる壁面を活用して書棚にしている、であらゆる年代の子どもたちに必要な図書、これを2万冊蔵書を持っているということでありました。さらに舞台 と食堂を一緒にして、まあ、そこで演劇をやったり音楽をやったりそれからまたその舞台のが外に出られるようなステージと結びついておりまして周辺には復興住宅が立ち並んでおりますけれども地域住民にもそうしたオープンな活動ができるという作りになって大変斬新な建物の作り方であるとともに 教育もいわば大規模な複式学級とこれは認定こども園の対象年齢の子どもたちも含みながらです、ね、いろんな年代が幅広く交流できるとそういうユニークな試みで子どものいわば自由な自発性を育てるという点で画期的な試みだと感じました。 一方でカリキュラムを作らないでいわば教員が学年ごとの授業を行うというスタイルは取っておりませんしかし ICT 教育ということで端末を子どもたちに与えて学習指導要領にのっとったこの学習内容を個々の児童生徒にえ 活用させるることとができると、まあ、それによって自発的な学習が進み最終的には卒業年次でこの義務教育課程の必要なものが確実に習得されるとこういう教え方でありました、まあ、こうしたものがいわば事故によって全てを失った大熊町で新しい教育の試みとして これが成功しまたいいモデルとして広がっていくことを期待したいと思いますそれと3つ目は福島国際研究教育機構いわゆる FRAY という施設を視察しましたここは昨年事務局が発足をして委託研究活動が始まったところでありますこれからは 自前の研究員を揃えて研究活動をしていくさらにはその研究施設を整備していく事務局の隣接場所に広大な 研究施設の用地がすでに確保されておりまして、いずれ建設が始まると、国では1000億円程度の予算規模でこれを整備していくという構想がすでに示されておりますので、この研究教育機構がですね、イノベーションコースト構想の中核として、この地域のさまざまなイノベーションの企業や研究機関と連携をしながら、 研究と教育、人材育成の面で司令塔的な役割を果たしていくということが期待されます。こうした3つの施設を視察した上えで、確実に復興へ向けての、創造的復興へ向けての歩みが進んでいるということを実感をいたしました。しかししかかこれが本当ににを結んでいくためにはしっかりと 支援を継続していく必要があるということも感じた次第でありますその上で復興加速化会議を行い首長の皆さんからそれぞれ要望をいただきましたまた意見の交換もいたしましたそこで強く感じたことはですねやはり地域町によってこの復興 の進捗度合いがばらつきが出ている特に住民の帰還などやあるいは居住地域の整備などが遅れているところがあるわけでありますこうしたことを考えたときにこの進捗状況に違いが出てくることはもちろんあり得ることでありますけどやっぱり一番遅れているところにしっかりと目を向けて その復興を支えていくとまた展望を示していくということが重要だと思いますそれとそれぞれの自治体で帰還を望んでいる住民の方が戻れないでいるという状況がありますこの帰還を望んでいる限りなぜ戻れないのかとその環境を整備していく整えていくということが極めて重要だと 思います、えー、せっかく機関を希望していながらこの条件がかなわないあるいは環境整備が進まないということになるとこの機関の希望というものがだんだんなえていってしまうひいては地域の再生コミュニティの再生というものができなくなってしまうそういう恐れなしとしませんもう発災から13年が経つ今日でありますから そうした機関を希望する人たちのことをしっかり考えて、機関が実現できるような環境整備に国がしっかり手を差し伸べていくということが重要だと思います。復興創生機関これ、第2次5年間で取り組んでいるわけでありますが、あと2年間しかありません。そこで、この首長さんたちが要望するような住民の機関や、 あるいは、なりわいの再生、そしてまたイノベーションコースト構想などに基づく新たな産業の形成というところまでは、なかなか至りきれないということもあろうと思いますので、まあ、その先をどうするかということも視野に入れながらです、ね、この新たな復興計画を見直しの議論もしていくべきであり、 また地域の方々に対する展望希望というものをもたらすことができるようにしていくべきだと思います、えー、与党でこの政府に対してこうした被災地の復興のあり方について提言を重ねてまいりましたいよいよ第十二次の提言となりますので今準備をしているところでありますがこの被災地の様々な 意見や要望を受け止めた上で12時の提言に反映をしていきたいと思いますまた最後に知事さんとお会いして知事が3点指摘がありました一つは風評を払拭してもらいたいと残念ながらこの福島県産あるいは被災地の食品等について輸入規制をしている国が いいくつか残っていると大部分は国際社会の中で解除されているにもかかわらず、えー、さまざまな外交的な取り組み思惑も含めてこの輸入規制が残っているというのは極めて不当だとここは科学的根拠に基づいて一刻も早く解除してもらいたいと特にアルプス処理水をめぐっては 科学的根拠に基づいて国際的な監視の下でこの対応が進んでおりいるにもかかわらず日本産の水産物を全面的に輸入規制をしている隣の中国などこれは全く不合理な対応であるということを厳しく懸念を示しておられました。政府としてそうした 風評を払拭する取り組みを一層強めることが重要だと思いますそれから指摘があったのはまた風化ということであります時間の経過とともにこの辛い過酷な災害あるいはその間の生活というものはむしろ乗り越えていきたいと 記憶の外にね消していきたいとそういう気持ちになることはもちろんありうるわけでありますけれどもしかし、えー、二度と繰り返してはならないということとまたまだ帰還でき,できていない人々がいるということまた復興の進捗度合いに差が出ているということこういうことをしっかり見据えた上で、えー 空間しない政府の継続的な取り組みが必要であるということを強調しておられました、えー、もう一点はですねこの f l a のあり方についてここが極めて重要な拠点になることは間違いないけれどもイノベーションコースト構想は様々なイノベーションの 研究やあるいは機材の製造開発そういうポイントがいくつもあるまた再生可能エネルギーの水素の活用などに取り組んでいるところもある、まあ、そうしたことが 連携をしてこの F イだけではなくて全体が連携をしてイノベーションコースト構想がネットワークとして生かされていくと成果を上げていくという進め方を期待したいということでもありました以上知事からの3点は真剣に受け止めた上でこれも12時の提言に生かし またあその後の復興計画の見直しの議論にも反映させていきたいとこのように強く思っているところであります私からは以上でありますはい、えー。それではこれより質疑応答とさせていただきます、はい、お発言のある方はよろしいいたしますそれから先に毎です毎日新聞です防衛装備事についてお伺いします、はい、先ほど行われた参議院の予算委員会で コメントの西田さんが質問に立ってですね次期戦闘機の必要性とか共同開発の必要性、またはなぜ完成品を第三国輸出できないとギリシャイタリアとの交渉が不利になるかなどを質問して総理が答弁されました代表、これまで事故間での合意について政府の対応を重視しておりましたけれども総理の答弁をどのように評価されますでしょうか。はい 国会の予算委員会という場で、総理が今日西田誠議員の質問に対して、かなり丁寧に、できるだけ分かりやすく説明をしようという姿勢で答弁をされていたことが印象的でありました。 先月の党首会談の折にもです、ね、このテーマについては、やはり国民の理解を進めていくことが重要だという総理の認識も示されておりましたから、こうした国会の論戦の場で、テレビ中継付きの下で、丁寧な発信をしたということは、いい機会だったと思います。その上で 西田議員の方からいくつかの論点について指摘をしそれぞれ答弁がありましたのでこれについて党内でもですねそれを受けてしっかり理解と議論を深めていくことが大事だとこう思っておりますまた昨日から始まった参議院の議論予算委員会でありますが他党の議員からもこの防衛装備品の移転についての 質疑が行われておりますのでまあ、ようやく国民にこうした課題についての国会での議論というものが伝わる機会になったかなとこのようにも思います国民の皆さんの受け止めなどもこれから注視をしながらさらに議論を進めていくことが重要だと思っています 朝日新聞国吉ですす関連ししてお伺いいたします、はい、今後、党内でもしっかり議論と理解を進めていきたいとおっしゃっていましたが特にどの点について論点に今後なると次期戦闘機の開発が取得が必要であるということは F2 がもう対応年数に限界が来ることは明らかでありますからその点での認識 を持った上で政府・与党として一昨年、ね、共同開発を決めたわけであります。でここでもう一つ我が国で単独で開発をするという選択については技術の面あるいはコストの面で限界があるとこれを国際共同開発によって その参加国の優れた技術を総合していいものを取得するとそれからまた複数の国の参加によって生産する量が増えることによってコストダウンにつながっていくとそれがひいては我が国の防衛費の費用を効率的に 生かすこととができると、まあ、こうしたことは織り込み済みで一昨年閣議決定をしたわけですねところがその閣議決定した時には完成品を第三国に輸出するという前提はありませんでしたつまり第三完成品を第三国には輸出しないという前提で決めたわけでありますしかし政府はそう決めた後の 三国との協議の過程で、えー、完成品の三第三国輸出が他のパートナー国から要請されるということによってさてどうするかとこれまでの方針を変える必要があるのではないかとそういう考えに至ったということであります。で今日初めててそのの点についいなぜ変わったかかととうことを総理から 説明がなされたと受け止めておりますので、えー、まあその内容について、我が党としても検討するとともに、国民の理解を得られるかどうか、ここもしっかり注視をしていく必要があると、このように思っています。 日経新聞のの今井ですす、はい、関連して時期戦闘機のお話伺いま党内議論を今後していくという話ですけれども、党内からはすでにあの歯止めについて、えー、何か歯止めがあるべきではないかという意見が、党内の議論からでも出ております、まあ具体的にどういった歯止めが必要なのか、まあ、例えば国会とか与党の事前同意だったりとか、まあ、あるいは地域を限定するとか、いろんな案があると思いますけれども、代表、そこの点のお考えをお願いいたします。 まあ、歯止めという言葉が妥当かどうかは別にしてです、ね、え今日の質問でも西田議員の方から指摘がありましたけれども、この一般的に共同開発の完成品を第三国に輸出することを認めるべきだと、こういう結論にすると、あらゆる装備品が輸出できるようになってしまうんじゃないかと、それでいいのかと、これまで我が国が 武器輸出を抑制する立場で長年取り組んできたその国民の理解あるいは国際社会の日本に対する信頼こういうものが一気に崩れてしまうのではないかとそういう懸念を持たれかねないとその点についての丁寧な議論が必要であるという。 問いかけだったと思いますので、まあ、その点について政府としてどう対応するか、これまでの一般論としての完成品第三国輸出を認めるべきということだけではあ、十分に国民の理解を得られないのではないかと、そういう問題意識が出てきていると、そう思いますので、それに対応する取り組みを政府にもう一段、えー 求めていきたいいいとこのように思いますいずれにしてもどうするかということについては、いろいろな意見もあるし、えー、他党の議員からもいろんな指摘も出ているところでありますので、えー、まずはあ今日のやり取りをもとに、今週、政調でえ議論がなされるものと思っております、はい、れでは次のご質問、いかがでしょうか。は次、い 装備移転の関係であの改めてで恐縮なんですけど今、あのまあ、一段とその政府にあの、まあ、その十分理解得られるようなその説明を求めていきたいということもおっしゃっていたかと思うんですが改めて今後の,その国会審議の中でその総理に対してどういったこう説明を、まあ、あのしていただきたいのか、まあ、今日の,その説明がまあ十分。まあその 第三国議員を認めるか認めないか判断する上で十分な説明だったのかという評価と、その今後、総理にどういったその答弁なり説明を求めていきたいのか、改めてお聞かせいただければと思いますまあそこも含めて、今日の答弁を踏まえてです、ね、成長でよく議論を重ねて、我が党の議員の,その国民の皆さんの捉え方を背景にした意見の交換。 しっかりやることとが大事だと思います先ほどの質問にありましたけど、ど日特にで特に、ね、この第三国輸出を前提にしなかったのに、それをやるべしと変わっていったその理由について、総理から、まあ、総理の言葉での説明があったと思います。これまでの報道や言いぶりからすると、第三国輸出を認める方がコストダウンにつながると。 これがメリットだというような理由づけが多かったわけですけれども、今日は総理の言葉で、ばで、要すればですね、日本がこの次期戦闘機を求める、その性能、を求める理由にふさわしい共同開発、できるようにするためには、 完成品の第三国輸出ということが他のパートナー国と同じような取り組みができるという条件の下でその我が国の必要となる戦闘機の性能が取得できるようになるそういう交渉が可能となると,というような説明であったように思います。まあ、こういうい説明は あまりこれまで国民の皆さんは聞いたことがなかったと思いますので、えーまあ、そのことも含めてです、ね、今後しっかり議論を深めていく必要があると思っております。 西村武雄充あの話題変わりました。あの衆議院の各委員会の理事について、理事の交代についてお伺いします。あの派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けて官僚が確認された安倍派の衆議院の各委員会の理事を交代させるとの報道があります。このタイミングで、その理事の交代の判断について、代表どう評価されますでしょうか。 まあ衆議院のその政倫心の取り組みなどを通じてまあ自民党がですね今後どう対応するかというのは自民党自身が考えるべきことでありますからそのあり方について我々から意見を申し上げることは控えたいと思います。いずれににしししてても最終的に説明責任をしっかり果たして 政治への信頼を回復していく、そういう結果をもたらしていくということが重要でありますので、そうした議論の場をどう形成していくかということも含めて、さまざまな努力が必要だと思っております。はい NHK の佐々木でです。す、はい。あの別件であの政治倫理審査についいいてお伺いいたします、はい、あの参議院の方でもあの具体的な日程調整が進むことになりましたけれども、まあ、衆議院を踏まえてです、ね、どのような形で参議院としてどういうことが今あのまた衆議院からさらに進んでどういうことが明らかになることを期待するか改めてお願いいたします。 えまず参議院で政治倫理審査会が実際に開催されたことはありませんので、やるとすれば初めてのケースになりますから、その先例としての重みということを考えながら、適正な在り方を検討してもらいたいと思います。それと、参議院の場合には、一定の条件、要件がある場合には、要求ができると。 いうことですでにその条件に基づいて、要求がなされております。自民党には31名、プラス離党した人も含めて32名、要求が出ておりますから、これをどう対応するかということが当面の焦点になると思います。衆議院ででも51名の要求が出る中で 最終的には、まず第一弾として、総理も含めて6名が対象になりましたので、参議院としてどうしていくかということをしっかりと優先順位を決めて、その弁明と質疑の機会を持つべきだと、このように思います。えー、衆議院の やり取りが一つの前提になると考えますのでやり方としてはやはりオープンのフルオープンでやるということが望ましいと思いますしまた衆議院の議論の中で参議院の議員の名前も指摘されるような場面があったように思いますのでそうしたことも含めて説明責任が尽くされていくとそういう結果になるように。 そしてまた、その性妊娠のやり取りの結果が政治の信頼回復に結びついていくような、そういうあり方を参議院としてしっかり検討し、結果を出していくべきだと考えております、はいえー、皆さん、よろしいでしょうか。 テレビ朝日の平井です。あのはい、先週行われた衆議院の成林審についてお伺いします。 あの代表も先ほどおっしゃっていたように安倍派の幹部が出席して精霊審が行われましたで一方でその派閥で組織的にその幹部の不記載が続いていた背景などは明らかにならなかった部分もあるとの指摘も出ていますあの代表先ほどもおっしゃっていたようにその政治不信を就職するための説明責任を果たす機会にしてもらいたいと兼ねてからおっしゃっていましたが先週行われた精霊審がこうした機会になったとお考えかとまたそのさらなる実態解明に向けて自民党に求める姿勢があればお聞きできればと思います えーまあ、つ,つぶさにやり取りを全部聞いてるわけではありません、えー、しかし、後で、えー、たどったことをもとにあの感想を言いますと、まず岸田あ総理、まあ、総裁としての立場で、えー、臨まれたと思いますが、あこの歴史上、内閣総理大臣が成林市に出たということは初めてだと。ししかしまたかそ 派閥の違う派閥の取り組みの内容については、もちろん全部知る立場にはないと思いますので、まあ、ご自身の知る立場、あるいは報告書などに基づいて説明をされたと思います。えー、プラスしてですね、この再発防止のためにどう取り組むべきかという総理の見解が示されました。特にこの議員が責任を負ううという ことが重要だとその上で、この一定の過失等がある場合には、議員自身が責任を負うそういう政治資金規正法の改正を公明党の提案も参考にしながら取り組んでいきたいと、こういうことを、政儀審で明確におっしゃられました。そうした再発防止策の方向性 を示したたととということは一つの成果だったと思っ思ておりますまた、ご自身の,その政治資金パーティーは在任中やらないということも明言をしました、まあ、ここも実際にこれまで開いていたものを今後やらないということを明確に国民に約束したわけでありますから、まあ、こうしたことも成果だと思います。それから、この法的責任はともかく、政治責任、道義的責任もありうると。 それらをどう取るべきか、これは処分なども含めて、党として判断をしたいということも言及されました、ここは自民党の中のことでありますけれども、この政治,政治責任をどう判断するか、ここは注視する必要があると思います。そうしししした内閣総総理大臣ととてててて党の総裁として初めて出席をして いろいろやり取りした中ではいくつかの見るべき成果があったと思っています一方で特に安倍派の幹部4人のやり取りの中で少し食い違いがあって不透明な部分があるように受け止められます。まあこ ここがやはり説明責任が尽くされていないという部分になろうかと思います。先ほどの総理のその法改正に対する方向づけというのは、武田議員も含めて5人のメンバーが、ですね会計責任者のその政治資金の処理については自分は知らなかったという答弁に終始しているわけですね。ですから、政治家がやはり最終的に責任を負う場面がありうると。 いうことを総理が重視して、法改正をもって再発防止策を作っていくという方向を示したことは重要だと思いますが、一方で、その説明責任の中身について、安倍派の幹部の中で、少しニュアンスの違いが出て、ですね不透明感が残っているというところは、説明責任が十分ではないと。 指摘されてもやむを得ないと思いますので、今後の取り組みを待ちたいと思います。はい、すみません、毎日新聞竹内です。あの関連して、今、あの代表からその安倍派幹部の説明の食い違いがあるという話をされておりましたけれども。あの安倍派の事務総長を務めた自民党の下村博文さんが、まあ千里神の出席の準備をしている時の表明しました。 あのえー、ただ、議員本人の申し出会い事実上の開催の,の要件となる中で、あの下村さんはあの衆院で政治理を再び開催するのであればと、立法しています、あの改めてその与党としてこの国民への説明責任を果たしていく中で、どう、下村さんのまあまあ発言もありますけれども、どう対応すべきかというのをお考えを教えてくださいまあそれは下村さんご自身の姿勢と、また党としてどう。 これまでの成人審の、実績を踏まえてですね。どう対応していくかにかかっておりますので。ぜひ、説明責任を、一層果たすと。いう責任感の下で、信頼回復に向けての取り組みを、期待したいと思います。毎日新聞竹内です。あの、別件での、衆院解散について、お伺いします。あの、岸田総理、あの、昨日の参議院の予算委員会で。 4月の衆院補正に合わせて衆院解散に踏み切る可能性問われて全く考えていないと政府与党としては予算案の成立を図るということに尽きると述べました代表は政治とカネの問題の対応を重視されて早期の衆院解散総選挙というのを否定的な考え示されておりましたけれどもこの,その総理の発言について どのように評価さされてていいるか教えてくださいまあ総理は4月の解散、明確に否定されたわけですので、それはその通り受け止めたいと思います。大事なことはやはり、今、これだけ政治不信が深まっている状況、それを裏付けるように、支持率が下がり続けているという状況でありますから、この信頼を回復する、そういうトレンドを作り出さない限り、解散はすべきではないと、こう思います。